艦船、応答せよ。ナイトウィング、司令官、一体どうなってるんだ。幻覚なんかじゃない、目の前のザーダは実在するんだ。コンピューター、エリアレコーディング起動。これは見てもらわないと。ザーダはどうやってこんなことを。アバロン、レコーディングデータを確認しました。ザーダは何らかの誘導電磁界を使い、あなたの神経リンクを突破できたようです。次に同じ現象が起こった時のために、ブロックする方法を調査中です。アバロン、ミッション続行だ。何か分かったら連絡する。了解。俺の基地構造図では、ここはまっすぐ行けると表示されているが。それは正しいデータです。そのまま進んでください。通路の先に異常な熱信号があります。その近くにマーカーを設置しました。なるほど。どれくらい異常なんだ。おしゃべりはここまでだ。
リックス検知。ナノマシンを利用してデジタル遺伝子を読み取り、高度な兵器を製造できます。新しい兵器が生成されるまでヘリックスチェンバー内で待機してください。デジタル遺伝子があればシステムナノマシンで兵器をいつでも製造できます。調査を続行する。
待ってくれ。これはどういうことだ。状況監視中、待機せよ。あんたは何者だ。これはただのスーツだ。俺も人間だ。その中に入っているのか。俺の体は遥か上空の宇宙船で地球を周回している。このスーツに入っているのは俺の意識だけだ。ウォーベックか。すまないが時間がない。移住先の全人類に危機が迫っている。ここから攻撃シグナルを検知した。ミラー博士の発信機、何かおかしいと思った。博士がくれたザーダから身を隠せる保護装置のおかげで我々は生きてこられた。だが今朝急停止して救難信号を出したんだが、攻撃シグナルを検知したタイミングと一致して。奴らが来たぞ。俺に任せろ。君たちも油断するな。アバロン、このシナリオは私たちのシミュレーションに入っていませんでした。これは予想外の事態だが、お前の新しいミッションはザーダをそのエリアに入らせないことだ。ゾイ、ここの製造者たちはどこまでザーダに対抗できる？スキャンによると、このエリアには近接地雷が設置されており、9体まで排除できます。アバロン、失敗は9体までだ。ザーダを通すだ。了解。絶対に投資はしませんよ。ザーダの数はゼロです。超大型エーザの形成状況とガイアの空に現れたオメガポイントに関して可能な限り情報を入手してください。
クリア。いなくなったぞ。きっとまた現れる。保護装置を確保しなければ今日一日持たないぞ。このゲートの北西に倉庫がある。保護装置はそこにあるが、巨大なザーダに監視されている。必要な装置は確保しよう。だがその博士と発信機の情報が必要だ。知ってることは話す。まずは生き残れるよう保護装置を頼む。任せろ。アバロン、現在地と倉庫の間にザーダが大量発生しています。できるだけ素早く進行しろ。我々には発信機の位置が必要だ。生存者にも必要な装置を届けるんだ。了解。
未知の信号を検知しているぞ。どんなミュータフォルムかわからんが、見つければ第一発見者になれるぞ。そりゃどうも、とんだサプライズですね。排除完了。マーカーに向かい、倉庫への経路を示すまで待機してください。ナノマシンは発見した非汚染グラフェンや高炭素メタルを再構成する。長距離攻撃兵器の組み立てを突き出します。このザーダは以前見たことがあるぞ。飛翔体センサーに目を配る。そいつは脊椎にある迫撃砲でリン酸物質を射出するんだ。 AI の弾道算出機能で割り出したマーカーを避けるのを忘れた。すごいな、火球を撃ってきたぞ。
出来です、アバロン。保護装置を確保し、生存者たちのリーダーと合流してください。これで全部だ。君は約束を果たした。南極圏に研究施設がある。そこの科学者が発信機の位置を把握しているはずだ。ミラー博士は通信用装置だと言っていた。残った人類を探すものだと。で、あんたはどこから来た？アバロン、こちら管制。マーカーの座標を送信しました。急行してください。了解管制。申し訳ないが説明している時間はない。この事態が片付いたら君たちを迎えに来る。けどや